たくさんのファンの皆様が集まってくださいました、はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます。いやー素晴らしい着でしたねはい嬉しいですね5コースから、はい、ではですね、レースを振り返っていきたいと思います。倉持選手5コースからのスタートとなります。気配の方はどうでしょう。ちょっとスタートがダッシュがいまいち分かってなくて、はい、様子見ちゃいました。はい、はい、ちょっと6番もね先行するような形となりましたけれども、はい、まあ、これは様子を見た分かなと。そうですね、それもあると思います、うん、はい、そしてこのあたりなんですがどうですか。操縦性の方は。操縦性はいいですね、うん、前半も悪くはなかったんですけど、はい、はい、まあ、初日にしてはいいかなと思います、はいはい、昨日も乗りやすいってお話しされてましたよね。そうですね、乗り心地は初日から良かったですね、うん、はい、はい、そしてここでね先頭に躍り出るわけなんですが、はい、見えましたか一着の景色。いやもう全然見えんかったですね。あ、そうなんですね、はい、無我夢中でもう走った感じですか。そうですね、ちょっと回転域が合ってるか分からなかったんで、うん、はい、はい、で、この隅の絵でその乗りやすさがあるというのは結構いいことですよね。そうですね、みんな乗りにくいっていうんで、はい、まあ、はい、いいのかなとは思います。はい、この後調整としてはどうお考えでしょうか、はい、調整は、まあ、もう日によって回転域を合わせるだけかなと思います、はい、もうモーター本体自体は、まあ、安心できるかなという感じですかね。まあ、足自体は普通と思うんですけど、はいはい、乗り心地でカバーされているので、はい、レースはしやすいです、はいはい。2022年は SG の出場もありまして、はい、初一着も上がりましたよね、はいはい、どんな1年ですか。まあ、そうですね、いろんな経験ができたのと、はい、まあ、怪我もあったりで、はい、でもすごく濃くていい1年でしたね、はいはい、またスーパーマン来てくるのかなと思いました。もう、はい、もう着れないです、はい、さあそれではですね、応援してくださっているファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、また明日もここに来れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではそのままですね、カメラサイン行っていただきましょう、はい、いや沸かせてくれましたよ、やっぱりファンも多いですね多いですね。改めて見たら1コーナー狭いところ入ってるね、2号艇と4号艇の間。本当そうでしたね。まあ、そのぐらい乗り心地、乗りやすさ、操縦性がいいのかもわからないし、彼女の技量がとんでも素晴らしいのかもわからないしね、はい、まあ、この隅の絵で乗り心地がいいっていうのはちょっと汗こも楽しみですか ね、はい、11レース後輩となりました。払い戻し金ご覧の通りとなっています。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。